化し、陰陽師たちが妖王の遺体を封印したと伝えられる妖物霊玉。遺体が放つ妖気を込めたその玉を妖怪たちには妖力を高めると霊玉を破壊することも妖怪退治し、大城一族の拠点霊玉が世界から姿を消した後、人間と妖怪、しかし一人の欲深くその平和に終止符を。大城一族の霊玉に群がる妖怪との戦いで密かに霊玉を手中に収めた人間の身にて妖怪となり、だが彼は自らその少年と。当然の。
うせろ。当然の結果だ。当然の結果だ。当然のことだろ？うるさいな。Hey!
遅い遅い。はっ。やっとさせ。当然のことだろ。うるさいな。